こんにちは。ニュースで韓国語は私、韓国生まれ、日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、東京在住、留学経験ありのライター、ユイと、日本生まれ、えー、一昨年韓国住んでました日本人のヨシが、韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、日本語、韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。 はい、ということでえリ、ー、ジさんちょっとお疲れですけどもあ私の私のポホホ失敗談話してもいいでしょうどんなでしょうあの前回の最後に7月はもう原稿を書いて書いて書きまくったという話をちょろっとしたと思うんですけどあの本で背負って走れ特集の雑誌を担当しましてそれで。 でそのさなかに8月にあるとある韓国のアーティストさんのライブのチケットを取ったんですよ、私で。で、えー、っと、この日だと思ってカレンダーに書いたんですけど、1日間違えですね。<laughs> ありゃあ。の、ふと見たら、そのアーティストの方がインスタを上げてて、ありがとうございました。<laughs> あ、終わっちゃったんだ。おーと思って、もう本当に。 なんていうか諦めはついたんですけどなんか余計なことをしちゃいけないんだなという <laughs> 余計なことだったわけじゃないけど皆さんお気をつけください。本でとかあのあのチャンギ派とかああいうなんていうかなひっこりから出てきたアーティストの方の。<laughs> あの今でもすごく大学の学祭とかでも人気の方なんですけどなんかのの最近の推しですかあのそのソンジェの曲も歌っていたりとかなるほどあので、まあ、もともとその彼の曲も好きなんですけどまあちょっと頑張って聞いてみられる機会があるんだと思ってたんですけどなるほどね。とここでした。の頭が もうどんチャラアンガンイルドルンもうどんゲタトウイテモニゴワそうですそう太陽のせいです太陽のせいです <laughs> オリンピックも終わったことだし <laughs> 太陽のせいなんです <laughs> はいえーっとえーっと太陽のせいというか なんかね、そう、経済の話をね、やってくれみたいな話もありましてああー,ー、リスナーさんからありましたね。リスナーからありました、まあ、これも一種ちょっと経済の話かなと、個人的になんかすごくあの、最近ちょっと話題で思わず、こういう話ってやっぱなんかついつい気になっちゃうよねという感じなんですけれども、あのー、株価暴落の話ですかいやではなくて、えーとみんな、みんな気になる相続のお話です。あ、へー どんな方なんですか <laughs> どんな方なんですかまあ、あのー、キム・デジュン大統領の話です。ああなるほど。場所も僕らに身近なだけになんかやっぱり、あ、え、あの場所がみたいなところもあって。はい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 、えー。で、みんななんか言い分が食い違ってるところがちょっと面白いなと思ったりしまして。では、読みますね。はい。 キム・デジュン元大統領の三男、キム・ホンゴル元国会議員が巨額の相続税負担を理由に、キム元大統領のソウル・トン・ギョドンの指定を一般人に売却したことが話題となっている中、キム元大統領の最後の秘書室長を務めたパクチオン、共に民主党国会議員は8月6日、YouTube メブルショーで、ちっちゃな工場もリストラするためには自主再検索を立てるではないか、私が率先推判するとして、自身の定期預金6億1000万ウォンを指定購入用に出資すると明らかにした。 김대중 전 대통령의 셋째 아들인 김홍걸 전 의원이 거액의 상속세 부담을 이유로 김전 대통령의 서울동교동 사절을 일반인에게 매각해 논란이 된 가운데, 김전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 박지원 더불어민주당 의원은 6일. 유튜브 방송 매블쇼에서 조그만 공장도 구조조정하려면 자구책을 내놓지 않느냐 저부터 솔선수범하겠다며 자신의 정기예금 6억 1천만 원을 사전 매임용으로 출연하겠다고 밝혔다 1961년から 1995년 2003年の大統領退任後から2009年の死去前まで、キム元大統領がここで過ごした間、トンギョドンの指定には多くの政治家や在野の人物が立ち寄った。イナギョン元首相はこの日フェイスブックを通じて、トンギョドンの指定は、キムデジュン大,ュン大統領がパクチョンヒ政権の暗殺の脅威と暗殺の試み、全都間政権の自宅軟禁と死刑宣告を耐え、やがて勝利したし歴史の現場として、市・道登録文化遺産の登録などを促した。 1961년부터 1995년, 2003년 대통령 퇴임 이후부터 2009년 서거 전까지 김전 대통령이 이곳에서 지내는 동안 동교동 사저엔 수많은 정치인과 재야 인사들이 들어 아 드나들었다. 이낙연 전 국무총리는 이날 페이스북을 통해 동교동 사전은 김대중 대통령께서 박정희 정권의 암살 위협과 시도, 전두환 정권의 가택연금과 사형선고를 견디며 끝내 이기신 역사의 현장이라며 시도 등록 문화유산 등록 등을 촉구하기도 했다. 指定の売却は7月29日、ハンギョレの報道で初めて明らかになった。キム・ホンゴル元国会議員は巨額の相続税を負担できず、100億ウォンでこの家を売却したという、購入者はトンギョドン近くで大規模フランチャイズ製科学校を営む事業家3人だ。パク元議員はメブル賞で、 売却前まで金出順財団などで金元議員と対話を続けてきた。財団で税金まで全て処理すると言ったが、突然金元議員から消息が途絶え、兄の妻である金本雄、元国会議員の夫人が登記帽等本を取ってみたら売却されていたと主張した。사저メガ君、지난달29日일、한결의보도로처음알려졌った金本걸전위원은、거에게상속세를부담하지못해100억원에 이 집을 매각했다고 했다. 매입자는 동교동 인근에서 대규모 프랜차이즈 아, 제빵학원을 운영하는 사업가 3명이다. 박 의원은 매불쇼에서 매각 전까지 김대중 재단 등에서 김전 의원과 계속 대화해왔다. 재단에서 세금까지 다 처리하겠다고 했는데 갑자기 김전 의원한테서 소식이 끊겨 형수인 김홍업 전 의원 부인이 등기부 등본을 떼어보니 매각이 됐더라고 주장했다. 네ここから 본인의 주장입니다. 김홍업 전 의원은 8월 8일 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 통교동의 주장을 발격해야 했다는 주장을 설명했다 金元議員は故・伊比保女子の名義になった指定を相続した後税金と経費を除いて相続税だけで17億以上になり5年に分割して払うといったら国税庁が値定等を設定しややこしくなったと説明した。 김전 위원은 8일 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 동교동 사저를 매각할 수밖에 없었던 사정을 설명했다. 김전 위원은 고 이희호 여사 명의로 된 사저를 상속받은 뒤 세금과 비용은 제쳐 놓고 상속세만 17억 이상 나와 5년에 걸쳐 나눠서 내겠다고 하자 국세청이 근저당을 걸어 일이 좀 어렵게 됐다고 설명했다. 指定を記念館にするため、ソウル市と接触したというキム元議員は、パゴンスン市長の時代に接触したがうまく進まず、ソウル市の公務員が文化財に指定されればやりやすくなると文化財指定を進められ、申請したが拒否されたと話した。 사저를 기념관으로 만들기 위해 서울시와 접촉했다는 김전 위원은 박원순 시장 때 접촉했지만 진행이 잘안 됐고 서울시 공무원이 문화재로 지정되면 일하기 쉬워진다며 문화재 지정 신청을 권유 신청했지만 거부당했다고 말했다. 던교돈의 시태요 커피 프랜차이즈 교사 대표의 가족 3인이 공동으로 긍유했다고 밝혔김모 의원은 この方は、トンギョドンの家をさらちにしたり、カフェにする考えは全くない、古い部分をリニューアルし、お二方、つまり、キムデジュン氏とイヒホー氏夫人ですね、が、おられた空間を保存すると言ったと言い,い、民間の記念館にして無料入場にする計画と聞いていると述べた。トンギョドン4절을、コピーフランチャイズ업체대표家族3명이、공동으로매입했다고밝힌、김전위원은、 집을 부수하거나 카페로 만든 생각은 전혀 없다 낡은 부분을 새로 단장하고 두분 어른께서 내셨던 공간을 보존해 주겠다고 했다며 민간 기념관으로 만들어 무료 입장시킬 계획으로 알고 있다고 말했다 김元기인은 발격의 사실이 확실해지기 전에 제가 연락을 해서 한 마디만 얘기해 주신 사람은 한 명도 없었다고 해서 공개한 후에 연락을 해서 왔다는 것은 국회 행정안전위원회 신정훈 의원 1人で他の方は連絡もなかったと不快感を示した락해서 어떤 말이라도 해준 분은 단한 분도 없었다면서 도난 후에 연락 주신 분은 국회 행안 위원장 신정훈 위원 한 분이며 다른 분들은 연락이 없었다고 불편해 놨다. 味わい深いお話ってい、味わい深い深というかあの、いろんなことが示唆に富むお話なんですが、えー、とちょっとわかりにくいので解説します。トンンはわかりますよね。本殿駅の近く。まあそうですね、駅でいうと,と、新張と本殿の間ぐらいのところに、まあ金大中元大統領が昔から国会議員だった頃から住んでいて、その彼はあの民主化の闘志で非常に政権から弾圧されて、本当に。 自宅軟禁されたり、いろいろ大変な目に遭っていたので、そこにいっぱいいろんな人たちが、まあ、出たり入ったりしていて、えー、と、なんか私の会社の先輩も、民主化運動投資時代の金ム・デジュン氏になんか、トンギョドンに会いに行ったという話をしてましたけど、金ム・デジュン氏がまだ政界のボスだった頃は、ここ金ム・デジュン氏の直系の議員たちをトンギョドン系というふうに言ってましたけども、これちょっとややこしいのが、あの、ここに出てくるキム・ホンゴルさんという人は、あの、 この上に二人お兄さんがいて、まあ、キム・デ・ジュン氏には三人の子供がいたんですけれども、あの、イヒホ夫人、有名な方ですね。イヒホ夫人は、えっ、ー、と、5歳で、三男のキム・ホンゴルさんだけが、あの、イヒホ夫人との間に生まれた子。要するに他の上の二人はその先歳との間に生まれた子なんです。で、えー、この家はもともと、あの、イヒホ夫人の名義になっていて、イヒホ夫人が、 なんかね、遺言作ったんだって、あの、ソウル市長のパゴンスンと話はついているから、あの、記念館に、ソウル市が記念館にしてくれるはずだという遺言を作ったんだけど、えー、死後に、パゴンスン市長に会いに行ったら、そんな話は初めて聞いたと言われ、で、なんかいろいろとこう、法律で認められる遺言の形式を整えていなかったために遺言状が無効となってしまい、その瞬間、 唯一の法廷相続者であるこの三男のキム・ホンゴルさんが相続人となりそこで17億円の相続税その他経費たくさん復活されで、それをちょっと一遍で払えないから5年に分割してくれないかといったところ帝当権が登記簿に設定され登記簿に設定された瞬間もうなんか文化財としての登録はほぼ見込めなくなった。で、 えー、文化財的価値っていう意味から言うと、実はこの家は建て直しているので、もうと建物としての価値がないと。ああ、そうなんですか。ここはポイントですね、ちょっと。その当時とは違っちゃってるってところなんです、ね、そうだから70年代、80年代に君ム・デ氏が住んでいた家ではない、建物自体は。どうやって使われてたんでかすか、だから住んでたのよ、つまりあの。年老いた2人が住んでいたわけ。 キムデジュン氏が亡くなった後はイヒホ夫人が未亡人として一人で住んでいた。<ー>で、イヒホ夫人が2019年に亡くなって、えー、この相続の問題が発生したと。で、えっ、ー、と、キムホンゴル氏はもう、えー、国会議員も辞めて無職なので収入がないと。自分の住む家とかは持っているけど結局、まあ、売るに売れない。 トンギンの指定の一部、あの、四世で、金ム順図書館になっていて、金ム順財団という、まあ財団の、ね、あの、まあ、主に民主党の重鎮たちが、理事とかをやっている、まあ財団があるんだけど、そこにやっぱり前からずっと相談していたんだけど、結局財団もお金がないと。寄付を集めようにも今全然集まらないと。ということらしいですよ。家が売却されたことが分かったっていう報道が出た後に、 買ったやつがカフェにするつもりじゃないのかとか、兄弟との対立みたいに、その次男と三男の確執みたいな感じでちょっと報道が出たので、えー、それもなんかまあ、そういうことじゃないんだということをまあ、あ、えー、の、キム・ホンゴルさんは言ってましたけども。で、まあ結局、その、カフェ、フランチャイズオーナーが、なんか家族三人の名義で購入して、この人たちはなんかその、まああとは競売にかけられるしかないのかと思った瞬間に、まあホワイトナイトみたいに、 こう、福井の手みたいな感じですかね。で、結局、まあ、その自分たちで記念館を作りますみたいなことを言ってくれたのでも、とてもありがたいという話をしているんですけども。なかなかね、世知辛い世の中ですわな。場所は東魚洞のどの辺なんですか？私、なんか、あんまり。と、まあ、本当に、だから。あの、道路に沿って、あの、新町から。本音の方に大通りに沿って歩いていくと、あの。 ちょっと読んでから少し離れたぐらいのところに、あの、四世で金ゅ順図書館っていうのが今建っていて、その奥側、敷地が隣接したその奥側が本当に、あの、個人の家なのに。なるほど。で、多分その個人の家の部分のことを今これ言ってるんだけども。まあ、じゃあめちゃめちゃ場所としてはいいから。アパート建てるほど広くはないかな。 うん、でもまあいい形で残してくれるんだったらいいですよね。本当にそうやってのコーヒーチェーンの方がどのかコーヒー店なのかな微妙に聞いてるけどそこは <laughs> 結構大手らしい <laughs> <ん>あのキム・デイ・チョン・ド・ソガンの職員の方に私大学生の時に日本語を教えてた,たんですよはいはいこ<ー>、はい、んな縁がそうなんです。クロニカ 일주일에 한 번씩 꼭 거기 도서관에 가서 그러니까 사더 그 사저를 옆으로 지나가서 매일같이 거기를 갔었거든요. 음. 거기 앞에는 어 노무현 정권이었는데 제가 학교 다닐 때는 그때도 경찰들이 매일같이 거기서 있었고, 어 김대중 선대특위도 꼬다 왔다 가나 이희호 선도 왔다 가나, 데유 감지로, 데 とにかくね、あのー、週一で行ってたんで、懐かしいです。そのご,ご指定にはさすがに入ったことはないさすがに入ったことはないんですけど、図書館の方だけって、ね。うん。で、記念館でん足した公園とはね、すぐ隣の図書館が記念館だしなとか思ったりもしましたけどね。うん。なんかよ、読んでとうまく連携すればよさそうですよね。 読 <laughs> んでとねそう。ジュジュさんは最近の読んでに、なんか非常に。いや、そういうわけじゃないんですけど、よ시し、ちょぎ、キム <laughs> デジョンとソガンチャチェル、アンジョケセンガカナサラデドマントラグよ。読んで、そえ、クロね。あ,<ー>あのそのみ、まあ、言ってみれば民主党の大物議員、まあ、韓国はあの、二大政党がほぼ、 ほぼなんかペンペンですから、その、要はどうして片方の側に、進歩の片方の側に、偏りするのかみたいなことかしら。大学がとしてってことですね。そう。これが、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 こそが、これが、これが、これが、こそが、これ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 そこれが、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  うん。バスルタゴかごいっす。なんで、時間に、お、ついての、テクシルタじゃないよ。そんな距離、<music> そこまでの距離か。タクシーですよ。まあ。あ歩け、歩けない。うん、歩いたら、15分かかりますよ。身さん数。 ああ、そうかな。まあ、あそのぐらいかかるかな。うん、まあ、あタクシーが当時は安かったですからね。うん、そう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 。これが、チュテクシーをタコ運転ジョンギサニンとソガンカジカジュセって言うじゃないですか。そうそう。だいたい金大デがどんな子のってね。すっごい言われるんですよ、ね。本当に。うんざり。<laughs> ね <laughs> その短い乗車時間にその話をされても <laughs>、うん。うん。うん、<laughs> こっちがちょん。 んんああまはに日本語をるみたいな感じ。そこまで理由を説明するくらいはない。余裕もないけど、ね。いや、もうなんかもうね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃなんかやっぱり嫌われてるなって思いました。うん。一昨年私がこの辺りをうろうろしてた頃は本当にまあもう無人になっていた頃だったので。ポリスボックスもなかったですか うん、そこまでは、だって気持ちいい。あ、そっか、いつもあげしにか、そう,そうだよね。もう人を住んでなかった時代だったから。うんうん、ただ、なんか、あの、キム・デジュン・ギヒホの表札だけはまだかかっていて。えまあ、こんな話になっているとは全く知らなかったわけなんだけれど。ね。ちなんぼね、お、おちょだか、うりが、韓国へもっかげでそなんぴんにほんじゃそかったごへそっちゃなよ。うん、言ってましたね。うね。で、れそ、うりが、 에어비를 어, 홍대에서 잡았어요. 요새 홍대가 <laughs> 어, 위치적으로 괜찮더라. あの, 공항철도로 한방에 올수 있잖아요. 아, そうだね.なんかあの辺場所は確かに交通のすごくいいね <laughs> 그래서 일부러 이번에는 홍대에 숙소를 잡았는데 と니かく私は行けなかったんですけど で、夫が1人で行って、あの、 홍대서 연대까지 쭉 걸어서 ね、三着が、あ、うん、キムデジョンの図書館の僕をのロンサジンドゥルポネジュドラグよ。これが、あ、久しぶりに見たって思って。この暑いのに、あそこあの距離を歩いたんですか。頑張るな。いっぱいでした。そう。うん。そうね。なんかまあ、まあ、どういう形になるのかわからないけど、結局、やっぱりやめたという話になっちゃうのかもわからないけれど。あの、で、ちょっとこれね、正解の。 政局の話にもなっていて、あの、結局、まあ、君手順財団って、あの、まあ、民主党のかつての重鎮たちが維持をやっている、まあ、事実上民主党人事に連なる人たちなのでと、特にトンギョドン系ね。で、思い入れのある人たちは、こう、民主党はなぜ何もしないのか、みたいな感じで、で最近は、あの、セロウミレっていう、まあ、あの、イナギョンさんとかが民主党から分裂して別の党を作ったので、この人たちがその、 民主党はなぜやらないのかと言って攻撃をするわけね。だから、結構、ちょっと若干政局にもなっていたんだけど、まあ、結局そのキム・ホンゴルさんは、騒いでる人たちはなんかこう、前からずっと問題になっていたのに、なぜその時何も言ってくれなかったのか、みたいな。あの、なんかパクチオンさんも、えぇ、ー、人捨てに買いたいみたいなことを言ったことはあったらしいけど、直接言ってきたことはないみたいな話でした。本人に曰く。 ね難しいですね。難しいです。まあ、相続の話はね、揉めるからね。うん、ねでも、あのー、ねあ何度も言ってますけど、ウリジバン、チ <laughs> ョルラドじゃないよ。ウリガジゴ、キムデジュン先生にも、ね、よくし、ねえ、キムデジュン先生にも、なんですよ。ですね。そう。だから、チが日本語ボノールカル 어 언니들도 그러니까 저는 만나뵙지 못했지만 그래도 언니들은 항상 거기 사저에 들어가서 대통령님이랑 얘기를 하는 그런 사람들이었거든요. 어. 그러니까 어 지금 저한테 한국 일본어를 배우고 있다는 얘기 그리고 내 아버지가 김대중 대통령을 진심으로 존경하고 있다는 얘기 똑가 오네. 전달해 주더라 싶었대. あの私の父は感激しておりました。なるほど。まあ、あのあ<ー>そんな思い出の頓漁堂なんです、私とまあ、歴史の現場であったことは事実であの、昔は本当に自宅軟禁されてる間とか、パク・あのパクチョンヒ政権でこう身動きが取れない間とかも、あの結構本当にいろんな人が気軽に出入りして、それこそこの時代にたくさんいろんな新聞記者が、なんかこう、ひょいっと訪ねていってこう、君出順氏と、 なんかこう、長い長いインタビューをして、みたいなことは、あのー、割とよくあったので、結構ここに行ったことが、行って君みでじゅんと話したことがあるっていう人は割と、もう60、70代になってくるけど、そういう人は結構たくさんいますよね。日本の方でも、やっぱ日本の記者の方とかでも、やっぱここにいたって方は、それなりにいるんじゃないですか。たくさんいる、たくさんいる。朝日新聞の、それこそヨッシーさんがさっき言ってたロングインタビュー読んだことあります。うん、上下。 そう。で、やっぱり、キム・デジュン氏は、あの、日本語がとても流ちょう、流ちょうだったので、で、日本のメディアが伝えてくれるんじゃないかみたいなことは、すごい期待感を持っていた部分もあったし、それはそれでいろいろ裏話はたくさんあったらしいけど、最近の資料によると、うん、実はなんかこう、日本のメディアから KCIA に漏れていたみたいなね。えー、そうなんですか。そうなの。っていうこと、ここは、<怖>いろいろ思い出しちゃいますけど、 あのキム・デジュンさんが日本に来た時に通訳していた方ヤン・チンジャさんとかがおっしゃってたんですけどめちゃくちゃやっぱり日本語上手だから通訳するのすごいすごい気が引けたそうです、うん、あプレッシャーがそうプレッシャーがやっぱり私もいろんな思い出があるなキム・デジュンさんはいということでまあ記念館になるらしいのでどんな記念館になるのか分かりませんが 水を見守るという感じですかね今のところは今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルなどでやっておりますフォローしてくださいはい、それではおねるにままちげすみださよならげせよ